ゆらくん入ってきていいよ。あ、どっか行っちゃった、また。あ、ビビアンさんだ。ハロー。ヨンジョーンさん。あがみちゃんも上がりたかったら上がっていいよ。ジャスミンさんも上がってきていいよ。上がってきていいよってなんていうのこれ。Feel free to join かな。なんか参加していいよとか。うん、いいよ、みんな参加して。You can come up here. 4人ぐらいもできるから。うん、くいないね。ジャスミンさん、ジョイン。誰も来ないの。誰も来ない。私は怖くないよ。ターンは怖くないよ。私たちは怖くないよ。We are kind to you, guys. We are kind people. 私はひどいこと言っちゃったけどね、ハリーポッターの映画について。課題評価。課題評価、ね。ロード・オブ・ザ・リングの課題評価。心が優しい。意見的にちょっとひどいけど、心が優しい。課題評価。信じてみんな。What you recommend?What do you think about the Lord of the Rings? It's overrated. What do you think about Harry Potter? It's overrated. I hate it. What's your favorite? Nothing. 全部評価なんだっけ？課題評価。全部課題評価だよ。やばいね。スヌーピーも課題評価。オーマイガー。こんばんは。おー、辛ラーメンか。辛ラーメン韓国のやつじゃん。かあ、びっくりした。イエメンに見えた。キムくんキムくんさん。ゆいさん。18歳のイケメン。いや、スヌーピーだよ。そう、スヌーピーだよ。18歳のスヌーピー。18歳に成長したスヌーピーだよ。188.6センチのスヌーピーだよ。めっちゃ怖いよ、想像したら。でも、I saw 3 meters スヌーピー。怖いよね。It is, なんていうのっけ、あーやばい、出てこなくなっちゃった。3メータースヌーピー is shitting on the floor at the Snoopy Museum. You can see my post. You can see the picture of it on my post. My timeline. Timeline. You can see.スヌーピー、うん、本当だ、うん、おー、ガビちゃんまたね。ガビちゃん、See you next time。あったでしょ。うん、see you next time. Can you see my timeline? Yeah, I was just looking. さっき見たよ。見つけた。なんかお腹空いてきたよ。たくさん食べ物がなしててから。
どっかにスヌーピーあったでしょ。だよね。3メートルスヌーピー。あ、3メートルスヌーピーないや。乗せてなかったかな。あ、あったあった。でかいじゃん。あったあったあった。でかい。11月7日。うん、でかい。うん。あ、ユラ君来たじゃん。ユラ君さっき上がっていいよって言ったのに、ね、上がってなかったからさ。どっか行っちゃったから。あの、ルビーさんって18歳だっけ？うん、2004年。そうだね。18でしょ。ユラ君が多分20かな。20が21だとか、その辺だった気がする。そうなんだ。うん。He loves Korean girl. 韓国で女子、美人の女子が多いイメージがあるよね。あ、それは課題評価。これは例外です。で、うん、例外例外。ユンジが美人ではないと。いやいやいや、それどうなの、わかんない。それはユンジが美人かどうかはわからない。It depends on でしょ。His girlfriend is Yunji. Who is Korean girl? Who is a Korean girl? He says to me that Yunji is so beautiful.She is the most beautiful、of the, in the world,、he said.、But I can't believe. それは課題評価。いや、いや、課題評価。私は言わなかったよ。私に怒ることができない。Google でじゃん。テテが言ったから。Google が言ったぞ、ユラ君。ユンジが。私じゃなくて、Google だね。ユンジ課題評価だ。ユンジ課題評価だから。めっちゃ面白かったね、今。ユンジ課題評価。めっちゃ面白い。じゃあ俺はこれからお風呂入ろうかな。I'm going to take a bath. うん、okay. Okay. See you next time. See you. Bye. でも待って。待って。最後に課題評価。あるよ。うん。課題評価。ありがとう。バイバイ。Thank you for talking with me. Thank you. Yeah, bye. ということで、今日の、有名な言葉は、皆さんが学んだ日本語、課題評価です。ユンジが美人。ユンジが美しい。これは本当ですか？課題評価です。シリに聞いてみよう。Hey Siri。ユンジは美人ですか？面白い質問ですね。課題評価ですかね？ Hey Siri。課題評価って言ってみて。すみませんが、それはできません。何か他にお手伝いできることはありませんか。Hey Siri。課題評価。こちらが見つかりました。読んで。Hey Siri、課題評価読んで。すみません。
Apple Watch ではその読み上げはできません。Hey Siri、この課題評価時計が。すみません、よくわかりません。わかれわかれよ。わかんなさい。Hey Siri、わかれ。わかれ。すみません。次はもっと頑張ります。もう一度別の言い方で言ってみていただけませんか？だから課題評価だって。課題評価。Hey Siri、課題評価を英語で教えて。英語では課題評価をこのように言います。Overestimated. Overestimated.Overestimated. Yunji overestimated. Overestimated. Hey Siri. Overestimated. すみません。なんでわかんない。よくわかりません。はい。ということで、今日習った、英語は、Siri doesn't want to get in trouble. Overestimated.っていうのは課題評価っていう意味です。例文としてはユンジが可愛い、それは課題評価です。これが例文です。ということで、今日はここまでで終わりにしたいと思います。最後、ルビーさん、チョウさん、ユラくん、ありがとう。またね。バイバイ。バイバイ。バイ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 。